どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日は、ホッケー一揆についてやっていきましょうということになります。ホッケー一揆ということになるわけなんですけど、京都の町衆ですね、京都の町衆が、結んでホッケー一揆を行いますよというのがこのホッケー一揆ということになるわけですね。はい、これが京都の町衆を中心にして、まあ、要するにホッケー衆たちが中心となって一揆を起こすと、そして自分たちの都合のいいように、要求するということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。